共和国前身の公開会合、赤坂にて共和国前身はフランスの政党。2017年フランス大統領選挙で当選し、第25代大統領となったエマニュエル・マクロンによって2016年に結成された中道政党である。共和国前身は親 EU 的な政党と見られ、明確に実国の主権を掲げる国民連合と対立している。 欧州議会では欧州刷新に所属している。EN マルシェはフランス語で前進などの意味を持つ制服である。英語メディアは本政党をフォワード、またはオンザムーブとして紹介している。日本語でも共和国前進、進め、進行、か、かな転写したアンマルシュ、エンマルシュという名称で紹介している。共和国前進は2016年4月6日。 マクロンがアンマルシュとしてアミアンで設立した。2017年5月にマクロンが大統領に当選した翌日に党名を共和国前身に変更した2017年6月の国民議会議員選挙ではほぼすべての選挙区で候補者を立てた。候補者のおよそ半数は政治経験がなく、また女性が半数を占めた。会員の定数577のうち、 共和国前進と同盟関係にある政党を合わせて351議席を獲得し、過半数を確保した。しかし、同年9月の原動委員議員選挙では、改選171議席のうち23議席を獲得するにとどまった。上院選は、地方議員などによる間接選挙で、決闘間もない共和国前進には不利であったとされる。 その後、所属議員の離党が徐々に進み、2020年5月には所属する会議員のうち17人が離党し、新党、環境、民主主義、結束を結成したことにより、会員での単独過半数を失った。同年6月に行われた統一地方選挙では、パリやその他の地方都市の市長選で敗れるなど各地で敗北し、緑の党の躍進を許した。 2021年フランス地域県議会選挙では敗北した。マクロン自身は共和国前身は左翼でも右翼でもなく進歩的、革新的な組織なのだと語っており進歩主義運動だと考えている。その政治信条から共和国前身と当時のマクロンはスペインの中道主義政党シウダダノス及び当主のアルベール・リベラと比較される。ありがとうございます。